フロリダ諸島の地図フロリダ諸島は南太平洋にある諸島。ソロモン諸島中部に位置し、行政面では中央州にある、ムゲラ諸島とも言う。主な島はムゲラスレ島、ムゲラパイル島、オレブガ島、ブエナビスタ島である。ムゲラスレ島の周辺には、ツラギ島、ガブツ島、タナンボゴ島がある。フロリダ島の名前自体は、諸島で最大の島、ムゲラスレ島にも使われる。 フロリダ諸島は第二次世界大戦のガダルカナルの戦いで有名なガダルカナル島の北にある。隣接するガブツ島に日本軍によって水上基地が設置され、ンゲラスレ島には1942年4月に守備隊が置かれた。同年8月7日にアメリカ軍海兵隊が島に上陸し、隣接するツラギ島攻撃を援護した。フロリダ島は ガダルカナル島ほど有名にはならなかったが、太平洋での戦争継続において、アメリカ軍の作戦の重要な基地として機能した。日本軍を駆逐したのに続き、アメリカ軍の水上基地が設置された。ついで島の地下水を引いて、アメリカ海軍の給水場所となった。ありがとうございます。